したのはドラマティックカンパニー、通称 DC という劇団をご存知でしょうか。そうです、もう一人のフリーザこと中尾瑠星さんが率いる素晴らしい劇団になります。今回はなんと25周年、後で応援記念としまして、今日は中尾瑠星さんご自身にインタビューしに行きますよ。キエーに思いますよ。なかなかこう一緒に映像に映るという機会がなかなかございませんからね。いや、実際稽古場ですごくピリピリしてると思うんで、大丈夫なのかなっていうのはありますね。まあそうですね、ドラマティックカンパニー DC とは今回の見どころですね、引き出せたらなっていうのがありますね。まあはい、 DC さんの舞台ですか。さすがに無理なんじゃないですか。フリーザって惑星を破壊するキャラがいきなり出てきてヒエーとかになったらなんかぐちゃぐちゃぐちゃってなりませんか。まあでも中尾流星さんがいいよと言ったら、夢のその共演的なものが生でこう板の上でできるっていうことですもんね、また、うん、じゃあ分かりました、いきます、夢の共演に向けて聞きます。はい、フリーザか、フリーザにインタビュー、ふん、これは楽しみですね。それじゃあ参りましょうか。フリーザ、マジ号中まであと20分。やってまいりましたよ。ドラマティックカンパニーさんが稽古をしているこちら。アトリエ81。さぞかし素晴らしいトレーニングをしていると思いますんで、行ってみましょう。おびっくりした。おやおや、素晴らしいトレーニングルームですね。どそくどそくどそく。なに、まったく感じさあります。こちらで4ヶ月間トレーニングをしてゴールデンにもなる気ですか。まったく、うん、ようこそ。ようこそやりましたか。これはなかなかいい衣装。衣装じゃない。あ、そうですよ。化粧も。化粧やりません。あ、そう。皮膚です。あ、おやつを。裸じゃないです。裸です。違う感じくるやりません。それではですね、このフリーザ様が、フリーザ様にですね、いろいろと質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、こちらドラマティックカンパニー DC とはですね、一体どのような劇団なんでしょうか。ドラマティックカンパニーという役で、クレジットカードではありません。あ、そうですね。DC カードみたいな感じになってますからね。1993年に、立ち上げまして、2年に立ち上げたんですけど、公演は1993年の6月から、公演を始めていまして、今年25周年を、素晴らしい、素晴らしい。みんなここにメンバーのね、古い人たちはもう25年おや年取ったわけでございます、ね、いや、ずっと一緒にもう連れ添って、そうです、素晴らしいですね、はい、40作品だったかな。あ、すごいですね、そんなにもう、40作品、40公演ぐらいかな。だいたい年に一遍ぐらいなんですけども、はい、本公演の方が、ね、うん、毎年毎年新しい作品を探してはみんなで、まずこちらですね、25周年記念公演としまして、はい、湯原と恋口、はい、こちら公演しますが、はい、こちらの見どころというのをですね、はい、教えていただければと思います。はい、これは堤さんという方が、はい、オリジナル作品を書いていただきまして、まあ、ドラマティックカンパニーの方では、4回目なんですが、まあ、元々はラフカットというところでご自分でやはり作品を演出としてらっしゃる
とっても難度多忙な方なんです、はい、今回25周年記念ということでオリジナルを書いていただいたんですが、はい、温泉街のお話でございます、はいはい、ちょっとあの地方の寂れた温泉街の、復興のというところなんですけどね、はい、まあ、町おこしの話でそれに反対するものもあり賛成するものもありという、引きこもものを人生を表している、はい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 、そういう感じのお話です。あ、素晴らしいですね、はいはい、一人一人のドラマとかも見れたりするんですね。そうですね、同じ声が横で聞こえるってすごい不思議な感じがします。おやおやおや自分の喋ってることがそのままなんかトークバックで返ってくるような気がするそれ、まあ、でもあの、はい、本当にこんなコアなもう何年になりますかね。そうですね、10年になりますか。10年になりますね。すごいですね、はい、いやありがたいことです。もうこんなね、コアなモノマネをね、もうちょっと、ね、モノマネでありませんいやそれがね素敵だなと思いますよ、はい、なんか自分で素敵だなっていうのもおかしいですけどね、ありがたいことだと思います。本当にありがとうございます。こちらこそですが、出たいの？はい、出させていただく、共演させていただきたいのは本心なんですけど、今言われたからじゃなくて、はい、いえいえ、あの本当に本心で一緒に。皆様は覚えているだろうか。先日の動画で宣告されたフリーザへの押し置き、そう、この動画こそがフリーザ、いや、山本への押し置きなのである。インタビュー開始前、撮影ディレクターは中尾様にとあるお願いをしていた。そのお願いとは、山本さんのドッキリにはめたいので協力してくださいというもの。明らかにぶしつけなお願いだった。しかし、中尾様から出た回答はまさかの、なんという男気、なんという愛情。こうして、中尾様、リッチー様全面協力のもと、山本へのドッキリ計画はスタートしたのである。さあ、山本よ、この芸人魂を見せられるか。この動画は、今、変身する。ではですね、最後の質問になってしまうんです。もう最後ですか。はい、ちょっとあの、一公演だけでもいいので、少しの時間でもいいので、うん、この私フリーザ出していただいてもよろしいですかね。うん、この私フリーザを一枚に、はい、難しいね。おい、いやそれはチクショー、彼は今過ちを犯した。実は先ほど山本が聞いた失礼な質問、ご存知、事前にスタッフが考え指示したものである。しかし、この質問こそが中尾さんとのドッキリスタートの合図だったのだ。いよいよ中尾さん、激怒開始。イベントと違うんでね。そうですね、なかなかね難しいところがあるかもしれないんですが、うん、はい、ちょっといい、止めてもらって、ちょっと止めてもらっていい、カメラ、カメラ、今ちょっと続きよかったね、はい、はい、いいですか、はい、ごめんね、しまいはね、これはね、まあ、みんな一生懸命ね、こうオーディションを受けたり、本当は、まあ、出てもらうのはすごい、まあ、もしやるんだったらきっちりと半年ぐらい前から一緒に稽古してもらってだったらね、いいんだけど、そういうのはやっぱダメだよ、そういうのこういうのだとおっしゃるとさ、ちょっとまあマジなことになっちゃうから心配はね。怒る中尾さんは完全に信じ切った様子の山本、ドッキリは次の段かね。段取り通り、怒りの矛先をスタッフに向ける中尾さん。そこで、スタッフは、そういう質問をさせちゃダメでしょ。まあ、そうですね、なんかでも出たいっていう話は山本さんから。それはまたちょっと違う話ですね。ね、ちょっとみたいな、どうみたいな、ちょっと違うんだな。まあ、ね、まあ、でも、ね、今日別に、じゃあ方針に来たわけじゃなくて、なんか DC さんの芝居が広がればいいなと思ってお手伝いに来たので、そんなそういう言われ方をされると、それはそれで侵害みたいなところは、ちょっと言えばちょっと出られるみたいな、
だからそれを山本さんが言ったんです。僕別に言ってないです。ああ、その僕はこの DC さんの芝居がみんなに広がって面白くなればいいと思ってやっただけなんで。中尾さんとスタッフの喧嘩で稽古場の緊張もピークに。では最後のおネタに行ってみよう。山本の鉄板であるこの前説ネタ、べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてドロリアさん。この後山本はこのネタの披露を強要される。果たして逃げずにやりきれるだろうか。あれしてもいいですか。じゃあ、山本さんなんかオーディションみたいな今から企画に変えて、なんか山本さんにやってもらってよかったら出てもらって、なんか一つそうだったらやってもらっても構わないけど、なんか誰をやって見せてもらうじゃん。じゃあ、前説やってください。はい、ドドリアさん、ちょっと出たいの。はい、出させていただく、共演させていただきたいのはもしなんですけど、いや今言われたからじゃなくて、本当に本心で一緒にさせていただきたいという気持ちは、そう、俺だけじゃなくてみんな見ててもらっていいですね。それで構わないんだったらいいです。ただ遊びでやってるわけじゃないもんな、俺は。ね、じゃあ、お願いします。はい、はい、はい、じゃあ、すいません、やらせていただきます。いまだに、いまだにドキドキが止まんないですよ。ちょっと待って、でもここは人のせいにしないで、もう一回飲み込んだもんだし、これはなんとか自分で処理しなきゃ、どうしようどうしようって思って。まあ伏線回収してるんですね、ちゃんと。そうですね。うわじゃあ他の動画もじゃあ見ていただいて楽しむようになってるんですね。はい、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。キーッ。はい、ドラマティックカンパニー公演湯原と恋口ですね。12
8月の4日から9日まで、シアターサンモールで、公演をしております。ぜひ、一緒に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。来ないと殺しますよ。殺しますよ。なんか俺が真似してるみたいな。僕もあの10月の最終日空いてますので大事にさせていただきますので、ぜひ会場で、はい、客席にいたら声借りたり声かけてください。この格好じゃいませんから。この格好でいたらすごいよね。目立ちますもんね。そう、もう全然芝居見ないです。俺だったらそれはやめてください。それこそ怒られます、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。